そうすると皆さんの安全確認が一発で済むんですよ。皆さんがバラバラってなっちゃうと、もう一手一手見ていくっていうのはなかなか時間かかりますからね。もう二十数年になりますけれども、山、知床の山を歩きながら、知床っていうのは海から海底火山が爆発して隆起してできていった土地なんですね。そういったところで今度海も見てみたいなということで、シーカヤックの方も始めたんですけれどもね。水の流れが知床っていうのは得意なところなんですよね。地下水が豊富にありまして、でそういった地下水がいきなりその 100m の断崖のところの割れ目から滝となって落ちていくわけですね。そういう乙女の涙、男の涙っていう、そういう滝巡りをシーカヤックでする、それが非常に面白いですね。まあレアケースですとシャチとかイルカ、はい、それとあとヒグマですね。海岸線を歩いているヒグマ、それで海鳥は非常に多いんですよ。もう絶滅危惧種になっているケイマフリとか、それからオジロワシ、その他にもウミウ、オオセグロカモメ、それからウミネコとね、いろんな海鳥を見ることができます。楽しいですね。国後方面から昇る朝日、それからオホーツクに沈んでいく夕日っていうことで、オホーツクに海に沈む夕日っていうのはこの知床でしか見れないんですね。7月から8月中旬にかけては夕方のサンセットシーカヤックっていうのもやってまして、夕日を背にしながらのシーカヤックっていうのもなかなかおつなもんですね。普通の体力のある方でしたらば初心者の方でも十分大丈夫です。ただ往復4キロ自分の力だけで行ってきますのでね、それ相応の体力は必要になりますけれども、特に60代の方結構皆さん元気ですからね、ジョギングしたり何かして体を動かしている方も多いと思います。日頃運動されている方でしたらば問題なくこのシーカヤック楽しんでいただけると思いますよ。はい。